褒められたら伸びるんですよ、私。今の私が実体化できない言葉はありませんよ。ですよ、私。褒められたら伸びるんですよ、私。カラオケ誘ってくれるのは嬉しいけど、私は行けないんです。私は任務が終わってのお祝いって聞いたのに、なんでシュミレーターに？今日の任務は茜のおかげで大成功だったから、何かプレゼントをしてあげようって浅木先生に相談したんだ。こんなところで何を？これに着替えるの？やっぱり形から入らないとな。その間俺は準備を進めておくから。イエーイ！盛り上がってる！シミュレーターの中ならどんなに民法を使っても大丈夫だからな。茜が思いっきり歌うならここが一番だな。
ああ、ちゃんと見てるぞ。ならもっともっと盛り上がって。ほらほら、サビ、いきますよ。これはすごいな。それならよかった。シミュレーターはこの後誰も使わないし、好きなだけ歌っていいぞ。次は何を歌う？風魔先輩、この曲って知ってる？お、この曲か。知ってるぞ。カラオケでも歌ったことあるけど、デュエット曲だから歌えるやつがいないと難しいんだよな。そうそう、だから先輩もステージに上がって一緒に歌ってよ。え、俺もか。そうそう、早く早く。先輩、歌あんまり上手くない。仕方ないだろう。確かに得意じゃないけど、こんなステージの上じゃ歌いづらくてしょうがないって。別に上手くなくたっていいんです。それに先輩と一緒に歌うの結構楽しいし。楽しんでくれているならそれが一番だけど、それにしても茜はなんか慣れてる感じがあるよな。私、小さい頃アイドルに憧れてたことがあるんですよ。こうやって振り付けしながら歌を踊ってアイドルごっこしてたんです。先輩、だんだんいい感じになってきたじゃないですか。アイドルってのは俺の柄じゃないけど、茜と一緒に歌うのは思ったより楽しいな。私も先輩と一緒に歌うのすごい楽しいです。任務や学校で一緒にいるのも楽しいけど、今が一番楽しいかも。そうか、喜んでもらえて嬉しいよ。そうです、喜んでますから。ほら、もっと歌いましょう。先輩、次のサビは結構難しいんですから。調子です。ほらほら、ステップはこうですよ、こう。